全国ポッドキャストの皆さん、こんばんは、ハルです。山口のエッシュベイザーの皆さん、こんばんは、ピです。はい、どうも、ジルです。はい、どうも、レベチコです。どうも、ザンジーと申します。酔っ払いのネコタニャフです。やっていきましょう、プロセカプレプリーグ。イエーイ。普段ね、仲間割れさせてるんで、今回ばかりはね、6対5人力合わせ系ですね。なるほど、攻防ね、したいと思う。全10問あるんですけど、まあ、そのうちの7問クリアで5人の勝ちということでやっていこうかなと思います。7問正解したらどうなるんですか、あんたは。7問正解したら、ゆるさん、僕は何をすればいいのか言っちゃってください。おお、オッケー。プロセカグッズ爆買いで。そんなことよりあんたらちょっとまだビデオつけてんの？もういいんだけど。別に見なくていいんですよ。いいですよ。見ちゃうんだよこれ。いいんだけど、あんたら僕たちの顔好きじゃないですか。いや。ということで、皆さんネプリーグわかるでしょうか。はい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 。ジールさんが1文字目、ポピさんが2文字目、レベさんが3文字目、ザンジさんが4文字目、ヤフさんが5文字目みたいな感じで、それぞれまず最初に5文字が答えのクイズを出しますんで、それの対応した文字を書いていただければと思います。はいはいはい。なるほど。なるほど。はい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 。やっていきましょう。了解です。よろしくお願いします。了解です。余裕だよな。じゃあいきます。まず例題です。はい、問題。ピカサの妹はひらがな5文字で答えよ。あ、はい、はいはいはい。それではわかりましたでしょうか。はい、大丈夫です。はーい。はーい。それではお答えください。どうぞ。まあ、余裕でしょ。はい、これですね。はいはいはい、まあ、はい、これはですね、まあこんな感じでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、この時正解でございますと。それでは第1問目問題いきたいと思います。こちら、ミクミクにしてあげるハテナ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 。まあ、そういう感じ。わかるわかる。余裕余裕。終わった。世界のアイドルですよ。そうだぞ。いや、まあでもいける。全然わかんない。5文字だな。はいはい、4文字。まさか。心配でございますと。天下の。さあ、皆様いけるでしょうか。余裕ですね。思いっきりエンター押すだけ。それじゃあ、皆様答えをどうぞ。ミクミクしてあげる、してやみよー。あー、やみよ。だって本当に分かったらしてやみよ。何これ、やみよ。始まった始まった。そういうことか。もう初音ミクしか出てこなかったです。あミクミクしてあげる初音ミク。それフューチャリングやな。それフューチャリングや。それ題名に入ってんの意味からんだろう。ということで答えはミクミクにしてあげるしてやんよでした。始まってきた。負けたやん。もう負けた。始まった。ジャニーさんにミクミクにしてやんよ踊らせるか。急ぎやん。第2問目いきます。問題、こちら、このスタンプの空白に入る文字は何でしょう。知らねえ。本当のやつわかんないって。なにこれ、ガチわからん。漢字あるの。漢字ある。漢字ある。まさか漢字わかんない。じゃあ皆様協力してもろて。皆さんイベントとか行った後どう思いますか。祈りのスタンプはしか知らねえんだけど。有名はっ。これジルさんしか分かってない説ある。皆さん大丈夫ですか。その上仲間割れしてる。それ次自分に返ってくるよそれ。目が悪いんだろ。早い早い。まだ2問目だ。いや、わかる。たまたま会うかもしんないしね。ちょっと喧嘩やめてよ。いいよ。おっぴーちゃん泣いちゃった。おっぴーちゃん、どうしたんすか。おい、自分のことちゃん付けしたの人生で初めて。それでは、じゃあ答えをどうぞ。コウタニハレイだった。残念。コウタニハレイ。大谷あれ。多分ね、オッピーさんと僕ね、一緒なんですよこれ。切り谷遥香だったんですよ。切り谷遥香。待って、切り谷遥香だったのよくわかんない。スタンプで。桐谷遥香だったって言ってても違和感はないですけどね。じいさん、答えは何だったんでしょうか。これは幸せな時間ですね。正解。幸せな時間だった。はいはい、勉強になります。いや、結構汎用性高いスタンプだったと思うんですけど、ここは2問目取れずということで。可愛いですからね。あと1問しか落とせないじゃん。さあ、ここから巻き返し、5人の絆が芽生えるのでしょうか。第3問目問題、こちら。最初のことなんてどうでもいい。から逃げ出したことも大事なのは、今お前が本当はどうしたいのかってことだ。トウヤは何から逃げ出した？すごい。いや、むずいって。あ、分かったかも。くる。ね、メインストーリーは、ね、メインストーリーでしょ。 2.5 年前。そんな前なわけ。大丈夫。いや、マジで覚えてない。まだ俺が23歳の時。急に年齢の話になってきた。さあ、皆様いけるでしょうか。はい、大丈夫です。それでは答えをどうぞ。
最初のことなんてどうでもいい。クイシックから逃げ出したことも。クラシック。おお。クラシック。クラシック。正解はクラシックでした。一番取れ高でしょこれ。逆にお兄さんなんだと思ったんこれ。クイズノックか。嘘嘘。待って。いや普通にバイオリンとかかな。ありそう。僕だけか。やべ。オッピー、推しがいるユニットの問題を外してしまう痛恨のミス。こっから巻き返すことはできるのか。冷や汗かいてる。さあ、もうミスできなくなってしまいました。まずいなぁ。では問題いきます。ハーミットリバース、秋山瑞希、ハーミットサーチャー、篠野メーナー、スーサイド少女の見たものは妖精かなで、この3枚がピックアップのガチャ名は何でしょう。ささらなんとかのガチャ、はい、ありがとうございました。諦めちゃった。イベントは僕の足跡姫の行く先ですね。そうですね、瑞希ジャンバーなイベント、ローワーですよね。ローワーのイベントですね。ローワーのイベントですね。ローワー流すなよお前。知らねえよ、なんだこれ。思い出した、ゆうさん思い出した。はるくむずくないっすかクイズ。最初の3問取れる予定だったんだもん。いやただこの問題マジで分かってもジールだけ説あるくらいの難易度よ。いやでもガチャ動画投稿してるから、いやいや覚えとらんて。今イベなら覚えとる。イベならさ、かけたでしょうか。はい、それでは答えをどうぞ。さすらう、インノトウユーミツ、残念。何おい、やってない。答えはさすらう忍者の童貞ガチャ。道のりですね。道のりですね。童貞ガチャ。さすらう忍者の道のりガチャ。ありがとうございます。君の行く先ガチャだと思ったのに。君の行く先ガチャ。役さんの蜜は、なんかあの忍者の隠密ガチャが。童貞ガチャ。童貞道のりですよ。そんな言葉出てこない。僕の負けがなくなってしまいました。むずいって。なんなら1問も正解できてない。やったもん、全問正解だ。チームだからジェルさんもまだ1問も当ててない。あれそうだ。おかしいな。こちら側へようこそ。チームだよね。5人で1つ。よし、ハールの企画ぶっ潰すぞ。おー。第5問目いきます。問題こちら。はい、アズサーコカネの好物はモーマントなんでしょう。ひらがな5文字で答え。待って、わかるかもしれん。ダメだ。わかる。マジ。おお。まずい、まずいぞ。わかんねえ。まずいぞ。なんだっけ。待って、でもわかる、わかるけどわかんない。わかるけどわかんない。なんだっけ。モーマントのイメージが強すぎてさ。モーザ4文字よ。ハムスターじゃないもんな。イグスイ好物。それじゃあ皆様、アズサーコネの好物はモーマント甘えごみんなの回答気になるわ。多分僕とニャフさんはごま団子ですね。そう、ごま団子。ごま団子、ごま団子、なるほど。ごま団子しかねえ。ジールは何だと思ったの。あんちゃんかな。怖い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 。始まったな。分かんなかったらなんでさっきから人物名なの。第6問目いきます。多分皆様が手の、ね、多分かゆいところですね。問題こちら。ワンダースチャンネルにも登場しているカラフルパレット代表取締役は誰。フルネーム漢字5文字で答えよう。俺とジールさんは楽じゃね。ちょっと待って、あれ後半むずすぎんこれ。漢字わからへんねん。漢字わからへんねん。名前書いてるくない。予測変換に任せるか。予測変換に任せる。それでは皆様答えをどうぞ。ワンダースチャンネルに登場しているカラフルパレット代表取締役は近藤雄一郎。惜しいとね。漢字がこちらですね。いやー惜しい。レベさん、わからんくその漢字は。レベさん、優しさがにじみ出ちゃう。だって雄一郎これ出てきたもん。それでは第7問目こちら。ホニャラに入る文字を答えなさい。歌わんとわからん。ヤクさん歌って。いや答え答え。歌ったら答え。あの頭の中で歌って。惨めになって嫌になったって。あーはいはい、分かった。俺の場所わかんねえ。俺の場所わかんねえ。俺の場所わかんねえ。これ日本語力も試されるくない。それじゃ答えをどうぞ。輝い光る夢、残念。おいレベさん、レベさん何だと思ったんすか。光的なニュアンス。あんたレオニのホナちゃんを知る。わかりません。わかりません。輝いてる夢でしたと。レベ1、5万円。2本連続。そんなこと言ってるわ。2回光っちゃったな。2回光っちゃった。5文字のやつは全問不正解ということで。やばいな。5ボンバーいきたいと思います。
こっちでね、皆様の輝いてる夢見ちゃってくださいよ。任せろ。問題、制限時間1分でいきます。簡単な答えは最後まで残しておかないと。ごめん、ごめん。先に言った。ほんまごめん。それでは問題いきます。こちら、プロスカに収録されている作詞デコニーナさんの曲、5曲答えよ。これなら1分間、ハイボンバースタート。いや、まず意外にでもパッと思いつかないな。いや、思いつくけど、あれどうか。時間ないんだよ。時間ないんだよ。制限時間1分だよ。ジャーニー。ジャーニー、世界。ヴァンパイア。世界。言われた。乙女解剖。乙女解剖、世界。ゴーストルール。ゴーストルール、世界。火花。火花、世界、クリアー。おい。危ねえ。やべえ、全然思いついてなかった。危なっ。30秒残しですね。誰か世界言えや。確かに。まあ、あと、オドとか、サラマンダーあたりもありますね。それでは、いきます。それでは、第9問目、問題。こちら、25の箱イベントストーリー名、5つ答えよ。それでは、ファイボンバー13から、スタート。ストーリー名。いや、待って待って待って。いやジールさん、ジールさん。いや、ジールさん、難しいやつ答えて。ジールさん、難しいの答えて。あ、ちょっと待って、パッと出てこねえや。まあ、ニュアンスでも。願いはいつか朝を超えて。願いはいつか朝を超えて、世界。ほんまごめん。僕の足跡見てるほんまごめん。でかい。ほんまごめん。ほんまごめん。待って待って待って。ニオでしょ。ニオでしょ。ニュアンスだけでいいらしいよ。ニュアンスだけでいいの？まあ、大体合ってればぐらいで。ちゃんとイベント名言ってくれれば。残り25秒。待って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 。じゃあちょっと空白のキャンバスなんちゃらかんちゃら。あ、いいね。あ、いいねいいね。世界、空白にキャンバスに描く私は。シークレットディスタンス。シークレットディスタンス。世界。あ、いいね。ベルカラー。ベルカラー。世界。スクリア。危ねえ。危ない。危ねえ。足がなる。時間取りすぎお前。ちょっと待って。申し訳ない。危ねえ。君の行く先以外何も知らなかったね。残り5秒でしたね。自分の答えのタイミングより全然出てこないね。あと、イミジブルディスコードとか、僕たちの生存闘争とか、いつか。そして今、リボンを結んでとかありますね。はいはいはい。めっちゃしっかり来るけどさ、なんか言おうとなると出てこない。マジ怖い、ね、それでは最後第10問目問題、こちら難易度31の楽曲、同曲が入る。なんだ。それでは用意スタート。桃色の鍵。桃色の鍵ないだ。それ30。それ30じゃなかったっけ。あれあれやべえ、マジか。待ってよ。31、にっこり調査隊のテーマ。にっこり調査隊のテーマ、世界。ローバー。ローバー、正解。待って。人生のエキスパート。人生のエキスパート、正解。いいね。その辺全部だわ。待って。ジェヘナ。ジェヘナ全部です。ジェヘナ30。ジェヘナ30。地球最後の告白を。正解。ニードル、残念。火花、残念。違うな。32。待って、バグ32。6兆年のエキスパートとかそれやつ。29っすね。29。違う違う。いやだから一番最難関のエキスパートは全部31です。あー2、前醤油。いや全然食べてない。3、2、1だった。あと20秒ぐらいあると思ったら3、2、1。まあ、とかドンファイとか。エンドマとかエンペラーとかですね。あとワッツアポ闇鍋も。ってことでお疲れ様でした。10問中2問っすね。ネプリーグのやつらすげえんだな。すごいな。すごい。まあ次回はもっと点取れるように皆様の絆深めてみてください。もっと勉強します。ご視聴ありがとうございました。これからの努力よろしくお願いします。ありがとうございました。疲れとる。